皆さんこんにちは、ひろげです。はい、今回紹介するのはこちら、王様戦隊キングオージャーデラックスゴッドカブトです。はい、今回はこちらをレビューしたいと思います。はい、こちらは三大守護神の一人のゴッドカブトです。ちなみにゴッドカブトなんですけど、セット版がキングオージャーとのセット版とゴッドスコーピオンとゴッドホッパーの2種類のセット版があったんですけど、今回は全てバラで買いました。なぜならバラで買った方がめっちゃ安かったからです。はい昆虫モチーフでレッドは多分カブトじゃないかなって思ってたんですけど、まさかのカブトが武器サイドになるっていうところがすごい衝撃的でした。で、このゴッドカブトはキングオージャーと合体することでカブトキャノンになります。箱の後ろはこのようになっていて、もう目玉はこれですね。超豪華メッキ仕様のカブトキャノン2丁変形、全長約400ミリもあります。で、一応このゴッドカブトにもギミックがあります。では開けましょう。せーの、よっと開けます。よっ、おー、こんな感じで入っているんだ。で、これがゴッドカブトの足で、で、これがゴッドカブト本体です。あ、ゴッドカブトなんですけど、割と結構でかいですね。はい、中に入っていたのはゴッドカブト本体と足パーツが6本です。じゃあまずはゴッドカブトを組み立てましょう。ちなみにこちらの金塗装のある足は2本入っていて、まずはこの部分に1つと、そしてこの部分の真ん中部分です。で、それ以外の4本は全て無塗装の足を合体させます。で、あとはこの角を回転させれば、はい、完成。これがゴッドカブトです。カブトムシほぼそのまんまですよ。めちゃくちゃかっこいいです。では、ちょっと近づいてみるとこのようになっていて、目は緑パーツになっていて、確か当初は赤目だった気がするんだよな。ラクレスに操られていて、で、その後ギラの個体に応じて緑色になりました。で、今回のカスレ塗装はこの部分と胴体のこの部分です。まあ、一応カブトムシっちゃカブトムシなんですけど、なんか色的にヘラクレスオオカブトを彷彿とさせますね。続いてはこのゴッドカブトの可動範囲について説明します。まず変形の恩恵で角がこのように回転します。そして足すべてがボールジョイントになってますので、このように稼働させることができます。で、続いて羽がこのようにクリックで稼働します。こっち側には突起がついてますので動かしやすいんですけど、反対側は突起とかがないのでちょっと動かしづらいかな。そしてこのゴッドカブトのギミックについて説明します。小さい角を動かして本アタックすることができます。では行きます。おお、結構ね、中にバネが入ってますので、ここまで動かすとこんな感じで戻ります。ギミック自体はシンプルなんですけど、結構楽しいですね。で、カブトとクワガタが並んだことによって4話の対決シーンを再現することができますね。いやー、これはね、虫キングをやってた僕からしたらもうめちゃくちゃ迫力があってすごい楽しかったです。これ虫キングの技再現できますので、めちゃくちゃいいですよね。あ、ちなみにさっきやった技分かった方いましたらコメント欄でぜひどうぞそしてこのゴッドカブトにはふんだんにメッキパーツが使われています。まずこの部分を開きます。おーかっこいい。このメッキパーツが贅沢にすごい使われていますね。今のスーパー戦隊のロボでこういったメッキパーツ使われてるのってあんまないですよね。で、そして反対側にも、はい、こんな感じでメッキパーツが使われています。で、さらにこのメッキがメカメカしくて左右違うというところがまた面白いです。はい、ではこちらのゴッドカブトをカブトキャノンに変形させます。まずこの角の部分をこのように回転させてまっすぐにします。そして足をこのように動かすと、はい、このようにロックが外れますので、この部分を稼働させます。動かすときはちょっとここ押し込んでから動かします。そしてこの部分でロックします。続いてはこの足の部分を押し込みます。そして足のこの部分でロックします。で、続いて足なんですけど、後ろ足を2本このように収納して、そして前足をこのように形を整えます。続いて僕がすごい感動したところがあって、この部分を展開するんですけど当たっちゃうんですけど、ここでこの角を動かすと、はい、このように稼働して、で、このままロックして、で、さらにすごいのがこのパーツがぴったりはまります。いや、これ本当によく考えられてますよね。で、最後にこのパーツを展開すれば、はい、これでカブトキャノンの変形は完了です。で、この時点でかなり長いです。では、続いてはキングオージャーの合体準備いきます。キングオージャーのこのゴッドテントを外します。で、続いてこのゴッドテントをこのジョイントに合体させます。これがね、ちょっと硬いんですよね。
はい、こんな感じです。で、合体させる前に一回ゴッドトンボの羽をマックスここまで下げて、足の部分もちょっとだけ上に動かします。で、合体させるコツなんですけど、まずこの足を目いっぱい下まで下げて、このように合わせて最後にロックします。で、最後にこの足パーツを元に戻せば、はい、完成、カブトキングオージャーです。いや、長くてめちゃくちゃでかい。すごい強化武装感、すごい半端ないですね。カブトキャノン自体がすごいメカメカしいのと、やだね、この光り輝くメッキ、もうこれはね、たまんないですよ。はい。で、カブトムシから全長400ミリのキャノン砲に変形するのがめちゃくちゃ考えられてますよね。まあ、結構動くっちゃ動くんですけど、まあ、稼働させる際はちょっと気をつけておく必要があります。はい、このように稼働させてみました。前回の動画でも言ったんですけど、キングオージャー自体がすごいしっかりとしますので、このようなポーズも難なく決まります。ちなみに今回は右側に取り付けたんですけど、左側にもこのように取り付けることができます。キングオージャーのガグってこのように拡張性がありますので、これも素晴らしいと思います。いやー、これね、ゴッドカブトもう一個欲しくなりますね。ダブルカブトキャノンみたいな感じでやってみたいですね。はい、王様戦隊キングオージャーデラックスゴッドカブトはこんな感じです。はい、ということで、王様戦隊キングオージャーデラックスゴッドカブトをレビューしていました。ゴッドカブトからカブトキャノンへの変形がすごい凝っていて、めちゃくちゃ素晴らしかったです。このゴッドカブトにはメッキパーツがふんだんに使われていますので、めちゃくちゃ高級感があって素晴らしかったです。で、今カブトキングオージャー状態にしてるんですけど、こんな感じでかっこいいポーズも決まるところがさすがだと思いました。あ、ちなみに言い忘れてたんですけど、ゴッドカブトの定価は確か3200円だったと思います。で、ゴッドカブトは今回 Amazon で2600円で買いました。はい、以上ひろげでした。ありがとうございました。はい、動画を最後まで見てくれてありがとうございます。僕のチャンネルに登録していただくと最新の動画がいち早く見れます。チャンネル登録や熱い高評価どうぞよろしくお願いします。それでは次の動画でお会いしましょう。ほんなら、イエーイ。